株式会社リビングギャラリーは、新潟県新潟市中央区に本社を置く、新潟県内の不動産、新潟県内15店舗、東京4店舗、神奈川1店舗、千葉1店舗、福島県郡山1店舗の22店舗を展開している総合不動産企業である。賃貸仲介、管理をはじめ、不動産開発、売買、投資、賃貸コンサルティング業務など、 幅広く手掛けている。最近では、マンションのコンバージョン、賃貸リノベーションなども手掛けており、賃貸入居者向けサービスにも力を入れている。日本経済新聞が2016年6月29日、及び12月16日に報じたところによると、IPOO による新規上場を予定していると観測されている。そのため、新潟県が設立を主導し、 県と新潟ベンチャーキャピタルや中小企業基盤整備機構、セコム上新越、スノーピーク、第四銀行、北越銀行などが出資する新潟インキュベーションファンド1号では IPO 支援と上場後に株式を売却して得られると見込む利益を当て込んだ出資を行っている。2016年12月より仮想現実を活用した物件内覧サービスを開始した。内容は 専用のゴーグルを装着すれば、離れた場所にある部屋の様子を見ることができるというもので、新潟市に本社を置く、ウェブ制作会社、CS Reporters ーーとシステムを共同開発することで実現した。具体的には、新潟市内の店舗を訪れた客が、韓国サムスン電子製の専用端末を装着すると、リビングギャラリー側で、あらかじめ撮影し、サーバーにアップロードした。 首都圏などの部屋の中の様子を新潟市内の店舗にいながらにして上下左右360度で体感できるというのが VR 活用物件内覧サービスの詳細である。新潟県では首都圏方面を中心に県外への人口流出が続いていることからリビングギャラリーは首都圏の店舗を増やすなどすることで事業を拡大している。この VR 活用物件内覧サービスは そのような事業拡大の一環として、新潟からの引っ越しの需要を取り込むため、新潟から転居する前に、新潟であらかじめ、スタッフとの交流で、親近感を抱いてもらい、首都圏で別の不動産仲介会社に乗り換えるのを防ぐ効果を狙って行っていると、リビングギャラリーでは公表している。2017年4月より、暮らしと資産活用を安心サポートという高齢者向けに、 不動産の資産運用を支援するサービスを開始している。暮らしと資産活用安心サポートは、新潟市に本社を起伏し用具のレンタルなどを手掛ける中越クリーンサービスと当社が業務提携を行い、当社の顧客である高齢者が持つ不動産の運用やリフォームについて当社が指南するというものである。実際のサービスのフローは、まず、 中越クリーンサービスが不動産活用に興味を持つ高齢者に知りたい内容をまとめた相談カードを書いてもらい当社に送付する当社ではこの相談カードに記載された内容をもとに建築士や宅地建物取引士などの資格を持つ従業員を高齢者のもとに派遣し不動産の売却や運用住宅のバリアフリー化などのプランを提案することに加えて 相続など法律関係の相談にも当社と契約する弁護士や税理士が無料で対応する。このサービスを通じてリフォーム事業の受注拡大効果などを目論んでいるほか、リフォーム事業の底上げ効果も期待されている。この暮らしと資産活用安心サポートに関しては、新潟県のみならず首都圏でもサービス展開を行うが、首都圏でのサービス展開にあっては、 自宅や空き家を保有する高齢者に自社の不動産仲介サービスを利用してもらうことで仲介物件数の底上げがなされる効果を目論んでいる。日本経済新聞によれば不動産仲介業者による高齢者向けの不動産相談サービスは全国でも珍しく当社はこのサービスをてこにグループ全体で2017年以降の売り上げを年間一億円増やすことを目指しているという。 ありがとうございます。